はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。さて、さあ始めようの動画でオペアンプ回路練習から VCO の回路、転写してシミュレーションしましたね。最初は全然発信しなくて、いろいろ調べますとね、回路が間違ってんじゃないか疑惑で、それを訂正して出来上がったのが、こちらの回路ですね。何が違ってたかというと、ここの接続先が一つ隣だったっていうことだったわけですよね。さて、これでシミュレーションできるようになったわけなんですけども、このようにですね、こちらのアウトの1の区形波の出力は電源の 5V フルスイングで出ていますけども、こちらのアウト2がですね、何やら振幅がちょっと小さいですよね。まずこれを訂正したいなと思うんですね。次に、こちらのコントロール電圧によってこの発信周波数が変わるのが分かりましたね。せっかく再設計しますので、目標的にはですね、最大 10kHz ぐらいまでの周波数が出せればいいかなって思ったりするわけですね。そこでですね、この回路の動作を解析して、どんな風にして発信周波数が変わるのか、どういう回路でこの三角波形の振幅が変わるのか、というようなことを解説していってみたいと思います。まずはですね、このような回路にした時、この三角波形の振幅、これがですね、こちらの電圧と関係があるということは前回分かりましたね。今回このように全体をつなげた時に、このスレッショールドと書かれたノード点とこの V アウト2の関係をですね、こうやってグラフを重ねて見てみるとします。そうしますとね、よく分かりますよね。こちら三角波の振幅がこのスレッショールドの上下の電圧と一致してますよね。これはどういうことかというと、このアウト2の電圧がこちらの電圧より上あるいは下の時に、この出力がデジタル的にトグルするわけですね。そうするとこのトランジスタを介してこちらの三角波の信号の振幅の方向が変わっているんですね。ですから結果的にですね、こちらのスレッショールドの幅、ヒステリシスの幅がですね、この三角波の振幅になっているわけですね。まずこの三角波の出力の振幅を決めるために、この部分だけを少し取り出してこちらに書いてみました。今はこのようになっているわけですね。こちらのアウトはですね、0、5V のフルスイングをしているわけです。そして今ここではですね、ここの電圧 1.6V から 3.3V で変化しているわけです。波形はこういうふうになっていましたね。こちら 3.3V から 1.6V というような変化をしているわけです。こちらの回路、このような構成はですね、テンブランの法則によってこういうふうに書くこともできるわけですね。この時の R はですね、この2つの R の平行の抵抗値ですね。ですからこの場合2分の1になるんですけども、そのままですとですね、やはり 1.6 から 3.3 ということになります。でも今回はですね、再設計として三角波の振幅を、0.5 から 4.5 の振幅を取りたいというふうに思ったわけですね。そこでこの100キロを基準にして、ここが 0.5 から 4.5 になるような、そういう抵抗値をここに決めたいというふうに思うわけです。考え方はこうですね、このアウトが 0V になっているとき、ここは 0.5V になってほしいわけですから、 0.5V から 0V に向けて電流が流れるわけですね。ここの電圧が 2.5V ですから、この 2.5 から0.5 を経由して 0V になるようなこの R ということになりますから、 0.5V を 100kHz で割って5マイクロアンペアという電流になるわけですね。
まあ、そこでこの 2.5 から 0.5 を引いた電圧を5マイクロで割りますと、こちらの抵抗が求まるわけです。まあ、答えとしては400キロということになるわけですね。また逆にですね、このアウトの位置が5ボルトになったとき、このスレッショールドのここの電圧が 4.5 ボルトになってほしいということになりますね。まあ、そう考えますとね、こちらとこちらの間の電位差は 0.5 ボルトですね。まあ、0.5 ボルトで100キロということは、こちらの計算と同じで5マイクロアンペアなので、やはり答えは400キロということになるわけです。まあ、そしてこの R をですね、こちらに展開するとき、まあ、これ先ほど言いましたように、天ブランの法則で平行の半分の抵抗値になってますから、その逆は倍にしなければいけないので、このような形になったときには800キロにしなければいけないということになるわけです。まあ、24系列の抵抗でいきますと、まあ、820キロというようなことでしょうか。まあ、それでは発信周波数はどうやって決まっているのか、まずはざっくりと説明したいと思います。今こちらの制御電圧、これが 2.5 ボルトだったというふうにしますね。まあ、そうしますとですね、こちらの前段の回路は、この V レファは 2.5 ボルトの2分の1になっているわけですね。まあ、そしてこの2分の1の電圧で、こちらの電圧も同じ電圧になっているわけです。まあ、それはこのオピアンプのイマジナリーショートの動作のおかげですよね。まあ、そしてこちらのコンデンサーに今電荷が何も溜まってなかったとします。電荷というのは電流の積分値ですね。そうするとこの両端の電圧は0ボルトです。ということはこのアウトはですね、この2分の1 V コントの値、つまりレファレンスの値になっているということですね。まあ、そして今このトランジスターがオフということにしたとします。まあ、そうするとですね、電流はこちらの 2.5 ボルトからこういう方向に流れていくわけですね。まあ、理想オペアンプはこの入力には電流は流れないので、こちらの V コントがこちらのレファより2倍電圧が高いわけですから、必ずこちら方向に電流が流れるわけです。まあ、そうするとですね、このコンデンサの両端の電圧が発生してくるわけですね。まあ、しかしこのノード点はですね、このオピアンプの能力によってこのレファ電圧と同じになるわけですから、こちらのアウトの信号はですね、このレファ電圧を中心に下に下がっていくことになるわけですね。まあ、そしてあるタイミングでこちらの信号が反転して、これがオンになるわけです。その状態になりますと、こちらにもこの方向に電流が流れるわけなんです。しかもここで面白い条件があるんですね。この R1 に対して R7 は半分だということなんです。ということは電流は2倍になるわけです。そうなるとこのコンデンサの電流って逆向け方向になるんですね。まあ、なぜかと言いますと、ここの電圧が変わらないからですね。まあ、こちらからこのように流れ込んでいっている電流の2倍、まあ、ここから引き込んでいくわけですよね。そうするとこちらから1、こちらからも1、両方で足して2の電流がここに流れるということになるわけです。まあ、その状態になりますと、ここの電圧は同じですから、電流はこっち方向に流れざるを得なくなって、まあ、それが理由でこのコンデンサーの両端の電圧は下がっていって、さらに反対方向まで上がっていくというようなことになるわけですね。それらの計算の過程をですね、 Jupyter Labを使ってですね、 Python の SimPy でドキュメントしたものを同梱しましたので、詳細はそちらの方をぜひ見ていただきたいんですが、このような形でこのコンデンサを流れる電流というのはですね、符号方向をこちら方向に考えたとしたとき、 IR1 と IR7、 こちらの電流の和がこのコンデンサの電流だという単純な式が成り立ちます。
そしてここのレファレンス V レファの電圧はですね、こちらのコントロール V コントの半分だということがこの抵抗比率で簡単に求まります。そしてここで重要な条件、この R の7がですね、この2分の R の1だということですね。その条件の中でこの R1 の電流を考えたとき、単純にこの V レファをこの R1 で割るという電流値になるわけですね。このトランジスタがオンの時のこの R7 の電流を R1 で表現しますと、 R1 分の V レファの2倍だということになるわけですね。ここが重要なポイントなわけです。そしてここを流れる電流をですね、この V コント、こちらの電圧で表現して置き換えると 2R1 分の V コントという非常に単純な式になるんですね。またですね、このコンデンサーの両端の電圧、これは電流の積分値になるんですが、ここを流れる電流はプラスのこの IR1 かマイナスのこの IR1 かのどちらかになりますので、オンとかオフの区間の間、電流値は時間変化しないわけですね。時間変化しないとなると、この積分はただ T をかけるだけになるというところもポイントなんですね。そうすると結果的にコンデンサーの両端 VC はですね、2CR 分の V コントかける T ということになるわけです。今求めたいのは発信の周波数ですから、 T イクオールに直すとこうなりますね。次にですね、この VC の最大値ということを考えますと、三角波の振幅を最大 4V、 0.5 から 4.5 までというふうに考えますと、最大振幅 4V ということになりますから、この VC の最大は4ということになりますので、それを代入しますと T イクオール V コント 8CR ということになるわけです。 T がこの式で求まりますと、周波数はですね、このような形になって、8が16になるのはですね、 T の時間っていうのは周期の半サイクル分だからですね。ですから2倍のサイクルの逆数が周波数になるわけです。一般にですね、この C と R の積は時定数と呼ばれて tau で表現しますね。ですから tau で求めますと、このような式になるわけですね。そうやってですね、こちらのコントロールの電圧の上限電圧を 4.8V、これは 5V にするとですね、オピアンプの入力の条件があったりしますので、そこより 0.2 だけ低い 4.8V を上限とした時で、なおかつその時の周波数は 10kHz だというふうな条件でこの式に入れたとしますね。そうすると tau は3の10のマイナス5乗ということになります。幸いとても歯切れのいい数字になりましたね。このタウは R と C の積ですから、この指数の値を見ましてね、 C の方を先に 0.001 マイクロファラードというように限定してしまいますと、その逆算から R はですね、30キロというふうなことになるわけです。 R1 が30キロなら、この R の7はその半分の15キロということになるわけです。これで上限電圧 4.8V のこのコントロール信号で 10kHz の発信となるような、そういう回路になるということになるわけですね。詳しくは添付されているドキュメントを見ていただけるとありがたいと思います。具体的な数値はともあれ、ポイントはですね、ここを流れる電流がこのトランジスターがオンとかオフするときにですね、このコンデンサーにチャージする電流が全く同じ量で反対向きになるという仕組みが、この抵抗とこの2分の1のレファレンスの電圧の間で発生するということが、とても興味を引く面白い現象だなというふうに感じるわけです。それでは再設計した値を回路に入れて、なおかつ作れるような準備をしたいと思います。まずですね、この R の1、R の7、そしてこの R の9と R の8を再設計した値に変更するわけですね。そしてこちらのコントロールする電圧、
このボリュームの電圧で決めたいと思うんですが、ボリュームをそのまま直接接続するとですね、電流取られてしまいますので、うまく調整できないので、ここに電圧フォロワーのオペアンプを一つ置きますね。まあ、そしてこのコントの電圧は下は 0.2V、 上は 4.8V 変化するように、このボリュームの上下に上に行き過ぎない、下に下がり過ぎないような抵抗を入れるわけですね。このボリュームは50キロのボリュームというふうにしましたので、 0.2 から 4.8 のスパンになるためには2キロ2キロということが計算されるわけですね。まあ、それでこちらにですね、10キロのプルダウンの抵抗を追加しました。まあ、これはなぜかと言いますと、このトランジスタのオフ特性を少しでも良くするためですね。まあ、10キロ10キロにして、こちらの電圧の半分の電圧になりますけども、ここが 5V なので、まあ 2.5V ですよね。まあ、でもこちらのトランジスタの 0.6 よりもですね、ずっと上ですから、まあ十分この10キロでもいいということになるわけですよね。まあ、そしてこちらにですね、メジャメントコマンドで発信の周波数をちゃんと計算できるように書きまして、まずはこのポテンションメーターをですね、一番上にした状態で、それでシミュレーションしてみたいと思います。まあ、シミュレーションの結果はこのようになりまして、まあ、部分的に拡大しますとですね、まあ、ちゃんとですね、この 0.5 あたりからこの 4.5 あたりまでの振幅でですね、三角波きちっと出ていますよね。周波数はログで見てみます。まあ、周波数はですね、まあ、ちょっと10キロより下目の 9.2 キロというような、そういう周波数になっていますね。まあ、丸みをしますのでね、少しずれてくることになるわけです。次にですね、このポジションを0にしまして、一番低い周波数を確認してみたいと思います。まあ、一番低い周波数、こんなような形になります。ログで周波数を確認してみましょう。周波数の低い方は 352Hz ということで分かります。まあ、この回路はですね、 350Hz あたりから約10キロまでの間をこのボリュームで可変することができる回路ということになるわけですね。まあ、それでこの回路でですね、このようにブレッドボードで作ってみました。オペアンプはですね、選択少し注意がやはり必要なんですね。今回はオペアンプはこちらを使いました。JRC の NJU77552 になります。まあ、このオペアンプ、まあ、このように帯域幅は狭いのですが、動作電圧がですね、5V ぐらいになっていまして、まあ、オーディオ帯域ではですね、まあ、とても使いやすいようなアンプになっているんですね。まあ、代表的なアプリケーションとしては、こういうのに使えますよっていうふうなことで書かれていますよね。まあ、センサーや発信機、そういったものにはですね、とてももってこいのオペアンプだということで、もちろん秋月でも買えますよね。まあ、さてこれをですね、実際に電源を入れて実験してみますと、まあ、低い周波数の波形はこのような形でとてもきれいに出ていまして、周波数はですね、まあ、374Hz と、まあ、ちょっと上目ですけども、まあ、350とあまり変わりないですよね。そして高い周波数、何キロまで出ているかなっていうふうに波形を見てみたんですが、まあ、7kHz ぐらいまでしか出ていなくて、なおかつですね、三角波の波形がちょっとおかしいんですよね。まあ、オシロスコープで見た波形はですね、こんな風に三角の上が崩れているんですよ。まあ、そこでですね、今回採用したオペアンプのモデルを日進坊のウェブサイトに行ってダウンロードしてきました。まあ、そしてオペアンプをですね、日進坊からダウンロードしてきたモデルに全部置き換えました。まあ、それでシミュレーションしてみますね。まあ、シミュレーション結果を見ますとですね、この三角波のてっぺん、測定結果によく似たようにですね、5V まで行って頭が潰れていますよね。
もう一度測定結果の頭のところを見てみたら分かると思いますけども、まあ、本来だったら 4.5 ボルトぐらいのところで折り返さなければいけないのに、どうやら全然上に飛び出ているような状況になっているわけです。まあ、そこでこの原因を探すためにですね、このトランジスタのこちらの電流、まあ、電流を反転させている抵抗ですね、これを見てみることにします。まあ、このようになりましてね、まあ、これを見てみますとですね、電流が減った時にこの出力の三角波が折り返しているわけですね。その動作は正しいんですけども、どうやらここの部分の曲がり方が問題なようですね。まあ、こうやって拡大してみますと、現物を測定した波形はここに少し筋になっていますけども、まあ、まるでこのようにですね、頭が潰れてここでカクッとこういうふうになっているわけです。まあ、つまりこのシミュレーションが現物とよく似た現象を表示しているわけですね。まあ、そうしてちょっと定規を拡大しまして、この辺をよく見てみますと、まあ、こちらの角やこちらの角、あるいはこちらの角もですね、割と急峻に曲がっているのに対して、ここの角はですね、ちょっと丸まっていますよね。まあ、これは理由がありまして、このトランジスタオフになる時の時間が長くなっているんですね。まあ、このトランジスタ早くオフにするためにはですね、ベースに溜まっている電荷を早くディスチャージしなきゃいけないわけです。まあ、そのための10キロなんですけども、まあ、こんなものでは足りなかったということになるんでしょうか。まあ、こういう場合にはですね、ここにコンデンサーを並列に置きます。まあ、回路としてはこんなような形になるわけです。まあ、これはですね、昔からスピードアップコンデンサーなんて呼ばれているんですけども、こういったトランジスタのベースのですね、電荷を、まあ、早くチャージディスチャージするためのバイパスのコンデンサーなんですね。おおよそこういったコンデンサーはですね、100ピコとか1000ピコの値を取ります。まあ、ここでは1000ピコを入れてみましょう。まあ、もちろん正確にはですね、こちらの容量とこの抵抗とのバランスでこれは決まるわけなんですけども、あまり細かく計算しなくてもですね、だいたいこれぐらいの値を使ってシミュレーションして確認してみればいいわけですね。早速この状態で確認してみたいと思います。再度シミュレーションしまして、先ほどと同じ位置を拡大して見てみます。どうでしょう。今度はですね、このようにきちっと急峻に曲がっていますよね。その結果として三角波の波形がですね、きちっととんがっていますよね。この処理を実機にも行いまして、再度計測した波形がこちらの波形になります。まあ、実験機の測定はですね、発信の周波数は 8.3 キロでした。こちらのシミュレーションの方はどうでしょうね。ログを見てみますと 8.6 キロということで、まあ、ほぼほぼ同じ値出ていますよね。まあ、やはりモデルが現物とよく近い特性を持ってくれますと、まあ、顕著にシミュレーションで見つけることができるということになりますね。まあ、全体の動きを確認するということでは、これらのオピアンプ、ユニバーサルオピアンプで十分です。まあ、しかしですね、現象の詳細を追いかけたいという時にはですね、やはりモデルが寛容だということになるかと思います。今回そういったことをですね、また改めて痛感したような感じですね。 JRC のオピアンプ応用回路練習でうまく動かなかったんですけども、結果的には JRC のオピアンプとそのモデルに救われたということでしょうか。皆さんもですね、ぜひいろんなことを挑戦してみて、まあ、こういったことを体感されるとシミュレーションがぐっと身近になってきますよね。